ちょい待ちね、ちょい待ち、ちょい待ち。はい。オッケー、こんにちは。ゆるぷーさん、神ありがとうございます。こんにちは。ちょっと待って、チャックが閉まらない。お、痛い痛い。そう、黒もんちゃんです。黒ゆるぷーさん、ペンライトありがとうございます。こんにちは。今日は遅刻しませんでした。でも今日も遅刻したらどうしようって思って。いや、なんと二度寝はしたけど、二度寝って言ってもなんかちょっと意識やるなくらいの睡眠です。こんにちは。ちょっと意識のある睡眠をしました。遊びに来たよ、ありがとうございます。今お話し会中か。じゃあ自己紹介します。みんなが叶えたいのは AKB48 最年少中学3年生14歳の畠山のぞみです。お願いします。なんてあのお話し会ウルトラ緊張してるんですが。いや、緊張しなくていいと思うんだけどな。いいんだよ、緊張しない。普通に、普通にって言ってもそれが難しいのか。そう、なんかいいんだよ、なんでも。こんにちは。それ二度寝した人の定番の言い訳。そうなの？今日はのんちゃんの件がなくてごめんなさい。大丈夫だよ、今度買ってね。今度買ってね。こんにちは。そっか、今日も誕生日がいらっしゃるんですか。最強ついてるね。うん、本当に。あの初披露がアットジャムだっけ。あの時本当に頑張ってよかった。先輩と武道館でできるって思わなかったか。のんこ太郎さん、こんばん、こんばんはじゃない、こんにちは。三郎さん、こんにちは。こんばんはって言いたくなっちゃう。そう、昨日公演よかった。もうずっと出たかった。何時に起きたの？6時に起きて2度寝して7時半に起きて3度寝して8時何分とかに起きた。で4度寝して4、あのさっき言ったちょっと意識のある4度寝をして10時です。何回寝るんだって感じだよね。アットジャムも懐かしい。そう、でも横入り埋められなかったのがちょっと悔しいなって思います。今日のんちゃんの話し会初参戦します。え、待ってるね、ありがとう。緊張しないで。もう緊張しちゃう子多いね。緊張しないでいいんだよ。おはようございます。かしさん、全然可愛かった、ありがとう。何回寝てんだ。さらっと4度寝してる。そう、意外と最初は早起きでしょ。昨日の配信間に合ってたの。今日の一番最初の起きた時間が昨日なら。そう、緊張しちゃう子多い。今起きた、おはよう。お疲れ様です、おはよう。昨日の前座の感想、そうだね。そう、それのために今日はやったとしても、あのあれですね、ショールーム。オンデマで17期公演見てるよ。1個前のやつかな。感想を後で教えてください。お話し会はペロペロ OK、 いいよ。そうね、昨日の感想が、あ、待って、ちょっと待ってね。椎葉正宏さん、ハート
100ありがとう。待って、やばい、さっきすぐハート100個とか言っちゃう。ハートありがとうございます。はるさんこんにちは。ちょっと待ってね、今日ね、やっとお話できる。で、そう、私昨日のために生きていたようなもんなんですよ。そう、昨日のために生きていたんです、今までそう、ご指名をいただいてね。そう、私ね、ずっとね、キュキュネに岡田奈々さんの公演が出るタイミングか生誕祭があれば絶対もう出たいって話してたの、前座。そう、昨日寝坊途中2個も話題になっちゃって、寝坊は話題にならないでほしかった。しかもさ、ちゃんとやったのに中止になっててさ、15分だけどやったのに、なかったことにされちゃった。やったのにでも遅刻した分際なので文句は言えません。シーバマサヒロさん、ハート100個ありがとうございます。ハートいっぱいありがとう。こんにちは。そうで、そう、まあ、昨日のために生きていたのですが、昨日午前中いろいろやらかしまして、岡田さんの生誕祭ではもう私何が起きるんだろうって思って正直言うと、あの一番最初に出るじゃん、前座って。だから岡田さんの生誕祭ぶち壊したらどうしようって思って、すごい前座出るのが不安でしたね。でもなんかソララがめっちゃいつも以上に陽気になってて、それでなんか安心しました。ソララがあのペアでよかった岡田さん同盟。昨日は前座登場でおーってなったでしょ。あれは必然ですそう、牛してもらいました。そう、キュキュネが、そう、千葉エリーさんを熱く語っていたので、私は岡田奈々さんを熱く語ってましたそう、 MC も呼んでもらえて、そう、前回のあの村山さんと佐保さんの公演の時も、いつもは違うみたいなんですけど、17期研究生呼んでいただけて、ゲストで。めーちゃね、MC は楽しいよだから登場する前にそのスタッフさんに、 MC 得意だもんねって言われた得意だもんねって言われて、調子がいい時はそうですねって言われたそう、もう MC ありがとうございますって感じ。なんか始まる前に市川さんが、そう、岡田さん同盟組んだきっかけとか聞きたいらしいから、 MC で、そう、2人で考えといてねみたいに言っていただいて、叶ったのでよかったです。俺も寝坊したし大丈夫。もうね、コメント欄見てて思った、ツイッターとかも優しい方が多すぎて逆に申し訳なくなってきた。もっと、いや、元から申し訳ないんだけど、優しい方が多すぎてもっと申し訳なくなった本当にごめんなさいって思いながら。ちまりさん、神ありがとうございます。そう、また朝配信何かしら予定があったらね、そう、やらざるを得ないのですが、寝坊しないように気をつけます。アボカドの始まり、のんちゃんの後ろの空ら隠れちゃうね。こうやってやるから映るようにはなってるんだけど、私がもうちょい傾かないとだったかな。ソララが岡田さんとハグ発覚、のんのん聞いてないんだけど、仲間割れと話題に。いや、なんかそうハグしたみたいな話は聞いたけど、たくさんは聞いてないぞと思って、ちょ、たくさんは聞き捨てならなかったで、チューしてもらった後、ソララに、待って、それは良くないってめっちゃそれは良くないってめっちゃ言われました。リアコがあっていいでしょうそう、でもあの後、あの公演終わった後、ソララが自分で頼んでな、岡田さんにハグしてもらってました
微笑ましい。ネルプーさん、キラキラありがとうございます。逆に厳しくいきます。なぜ朝配信は予定しないでやれば寝坊にならない。あ、予告しないで。いやでもそうするとさ、ゲリラ配信になってさ、来れる方減っちゃうじゃん。寝る子は育つって言うし、そうだけど遅刻は話が別じゃん。そう、聞き捨てならない。のぞみちゃん、こんにちは。こんにちは。亀井さん。はい、マウント。ななみさん、こんにちは。そう、マウントっていうか、普通に昨日の感想を聞かれたから、今話してるんです。こんにちは。はちぴーさん。中根さん、こんにちは。とりあえず世界線可愛すぎて二度寝しそう。まだ予告しないとダメで。そう、デレデレのんちゃん顔真っ赤だった。そう、顔真っ赤になっちゃってMC で顔真っ赤になる日が来るとは思わなかった。こんにちは、健太次郎さん、やさんでよさん。そう、幸せだった。もう午前中に本当に畠山のぞみの午前中がいろいろありすぎて、もう本当にそうやばいって思ってたから、午後はよ、いい気持ちで終われてよかったです。終わりよければすべてよしだよね。終わりよければすべていいんです。で、あとね、そう、プリンいただいて、あの形のプリン初めて見た。なんか写真では見たことあるけど、生で初めて見ました。もう二人とも緊張してプリン取れないの悩んでるっていうのもあったけど、そう、そう、空のやつ。こんにちは、ピオタンさん。声変になっちゃったそう、プリンの、そう、だってねえ、もう世界のね、何と比べても多分世界一価値のあるプリンです私の中では。そう、とても価値のあるプリンです。多分ね、元の値段よりもね、プレミアがつくので高くなりますね。美味しかったかわいい、ありがとうございます。こんにちは、かねっちさん、マクフライさん。プリンの余りはありますか？多分ないですそう、気持ちざわざわしちゃって、そう、いいことあってよかった。いやでも、まず岡田さんに会える時点でもういいことなんだけどね、ここはそう、飾りたかったんだけど、持ち帰るときに潰しちゃうから、そう、持ち帰りたいけどさ、そう、もう保存したかった。あのプリンの3人の会話可愛すぎて夢にまで出てきた夢の中では私のその場にいた。なんちゃん可愛い、ありがとうございます。お話し会行ってくる、いってらっしゃい。そう、すごい幸せでした、昨日は。りさこさん、こんにちは。もうね、自分の今まで生きていた中ではめっちゃ最高な日でした。幸せ日。いやね、夢の中では18期生でしたもう18期入っちゃったのか、夢の中で。ひななはたまたま、あ、ひななってちゃった、ごめんなさい。ひななさんはたまたま電車乗ったらなえちゃんさんと同じ車両で、え、待ってね、何それ、ちょっとひななさんずるいよちょっと待って、ずるいよ。そう、昨日ソララと2人で、ひななさんにめっちゃあのオタクの会話を聞かせてしまって、あ、まあ主にソララなんですけど、
ひななさんになんかいろいろやってたそう、なんか2人のテンション感が一緒すぎて面白かった。もうついていけないの私。いいな、何それ。でも私一回キュキュネと同じ車両乗ってたんだよね、偶然。あれからないですけど、あって面白かった。もう2人でえ、なんでいなかったまあ行く場所同じだったから、向かってる時ですね、車両同じだったね。そう、あ、化粧水を持ってきていなかった。どうしよう、数秒だけ画面から消えようかな。いい？ちょっとメイクしたいなって思ったけど、化粧水を持ってきていなかったから、ちょっとね、持ってきちゃおうかな。いい？画面からちょっといなくなるので、私の恒例の壁さんとお話ししていてください。それでは何秒かわかんないけど、30秒あれば帰ってきます。バイバイ。バイバイじゃないな。じゃあ早いよだってそんな遠くないんだもん。そう、壁さんは色白で可愛いよね。ひにゃね、手紙ありがとう。なんか前髪ない状態で言いたくなかったねこれはいい壁だ。サッシーさんに似てる。なんか何回か言われたことはあるんですけど、ちょっと恐れ多いです恐れ多いですね。こみさんこんにちは。早い、そんな早い。でも30秒はちょっと、ね、やりすぎたかも。矢野さんハートありがとうございます。30秒はやりすぎだったかも。何秒くらいだろう、15秒ぐらい。普通にまんまの速さだったよね、走ってないけど。なんかもう最近ピンがうまく使えない。カメさんハートありがとうございます。ほら前髪がこうやって出てきちゃうの、よくない。矢野さんハート100ありがとうございます。ごめんね、こんな前髪の状態で申し訳ない。思ってた、やっぱ思ってた方はいるのか。こんにちは。いやね、ハートありがとう。というわけでメイクしていきます。そう、なんか昨日ね、あの私の人生の中で多分一番キラキラにしてた。楽しかった楽しかった。カメさんハート100個ありがとうございます。なんちゃん前髪分け似合うね、ほんとありがとう。まゆちゃんは前髪なし派だらしいです。なんちゃん絶対前髪ない方がいいよってよく言ってくれる。この後お話し会があるのでね、もう早めにやっときます。出しすぎたな、絶対絶対出しすぎた絶対出しすぎた。まあいいや、日焼け止めは塗りすぎなぐらいはちょうどいいと思うので。私も起きてメイクしなきゃ。今日はなんちゃんと話すから超可愛くする、待ってるね。カメさんハートいっぱいありがとうございます。めっちゃそう、なんか
トーンアップしすぎちゃった。前髪なしって分けてるってこと？いやもうなんかおでこばっくり出てるってことじゃない？すごいハートくれありがとう。あれ次何がしたいか忘れちゃった。これかでね。そうあと何だろう、前座の話。あそう、あのパネルあるじゃん。あ今日話し会初です、よろしく。矢野さんよろしくお願いします。あの劇場に今等身大パネルかながあるんですけど、そう前回はそれと一緒に撮らせていただいて、今回はあのご本人様とあのお花いっぱいあるじゃん、あれと一緒に撮っていただきました。嬉しい今日は何時まで？12時半までのつもりです。今日がキラキラまさかの引っかかったね。なんかもう難しいよね。いいよどんどんやっちゃいな。は星になったら途中で手入れればいいからおでこ出していこう。みんなおでこ好きねあそう昨日は耐えたけど鼻にニキビができました。なんか昨日は大丈夫だったんだけど、昨日の帰ってからなんか鼻にちっちゃい点があって、触った時になんでだろうニキビかなと思ったら今日ちゃんとできちゃった。赤いやだ斉藤もぎたさんハートありがとうございます。なんちゃんお話し会12月に行くからね、待ってるね、ありがとう。12月か、早く12月ならないかなそこにいるのはメイク中ののんちゃん、その通りです。斉藤もぎたさんハート100個ありがとうございます。ふめさんもハートいっぱいありがとうございます、嬉しいです今日は金髪じゃないけど許して。茶色なんだっけ、あ、そう、そうだっけ、茶色のメイドさんが来ますね。今日ニキビさんだって頑張って生きてるんだよ、頑張んなくていいよ立体マスクしない、え、でも立体マスクするとあの隙間できちゃうから、あの小顔アピールとかじゃなくて普通に使い方がよくわからないから、そう、あと単純に普通のマスクが好き学校行くときメイクしてなかったよ、してないよ、今日話し会なのでやります。カメさん多分もうハート200個くらい200-300くらい送ってくれてるかな、ありがとうございます。嬉しい。こんにちは、ランチューさん。お話し会加工つかないですよね。わかんない。どうなんだろう。私、なんかあんま設定いじってないので。どうなんだろう。ファンで出すときが一番緊張する。しょうがない。今加工してる？え、わかんない。あの、ショールームインストールして何もいじらない状態。だから、それで加工されてるなら加工されてるし、何もされてない状態なら加工されてない状態なので、あんまわかんない、私も。そう、なんか変にいじりたくないなと思って、何もいじってないです、初期から。フィルター何もいじってない。おでこ叩きたくなった。叩かないでこんにちは、おならぷーさん白くなるみたいなのあります？そうなの？ただいま、お帰りなさい。あ、フィルター、フィルターもダメなのなんちゃん推しですから、ありがとう、嬉しいよ。今面白い、ちょっと面白いよね、状態が。ヨッシーさん、こんにちは。お話し
のアプリ自動でちょい美肌にしてくれる。あ、じゃあ私いつもそれあるかも。ちょっとだけ格好あるって。にじまめ茶さん、こんにちは。それでおでこに何か文字書こう。わかるの。かまいさん、ハート500個ありがとうございます。初めて見た500個、ありがとうございます。最悪マスクして話します。え、マスクしないでよ。しないで。そう、脳書きました。タダちゃんさん、こんにちは。ナルトかと思った。ナルトは書きません。もうすぐですね、ただいま恋愛中公演が。緊張はしてないけどさ、久しぶりにやるね。将来的に、なんだろう、右目は目やる感じかな。素材は非常に素晴らしいものを持っていると感じます。あ、アイプチとかってこと？二重系のやりたいなとは思うけどさ、あの糸入れるの怖いからさ、とりあえずそうマッサージとかして二重になったらいいなっていうのが希望。そう、でもならなかったらわかんない、どうするか。将来的に。でもなんかあのさよならモーリーさんの一番最初に出た企画の時に、そのメイクしてくださった方が、もうちょい年齢重ねたら二重になりそうだけどねって言ってくださったので、その言葉を信じます。ひねねえ加工、うん、ひねねえ重加工できてるからいいんだよ。私あの AKB 入る前まで加工してたけど、あのオーディション期間からこうしなくなってあれだから。そう、あのね、自分のさ素顔に見慣れときたいなと思って、テレビとかもそんな加工ないからさ。マスク帽子サングラスが OK なら俺もう話しか行くのに、なんでそんなみんな顔かた隠したがるの。お話し会の意味を。こんにちは、ひろゆきさん、リーシャオロンさん、なっちゃんさん、キラキラありがとうございます。日曜の夜公演、またのんちゃんのうちは持っていくね。ありがとう、待ってます。まみたちゃん、神ありがとう。あまいさん、ハートいっぱいありがとう。ひにゃねもありがとう、ハート。でも最近すごい思うのは、生まれつき両目二重になりたかった。もう目の大きさ違くてもいいから、って本当に思う。あのアイシャドウの乗り方が違うんですよ、アイラインの、あの引き方とかが。それが難しくて。町岡さんかな、こんにちは。これから東京ドームでイチローさんと松坂さんに会ってくる。いってらっしゃい。野球かな今日。のちゃん、こんにちは。今日はもう太陽より輝いているね。今日の太陽より輝いてるってことにしときます。こんにちは、よしかなさん、どうも。ちんにゃさん、てんてんありがとうございます。しげさん、こんにちは。なんちゃん、まつげ長いよね。そう、よく褒めていただきます。でもすぐ下がっちゃうんだよね。もう私ダイソーの傘壊して日テレで全国無格好さらされたから、前向きに生きていきます。
今気づいたのがのんちゃんほくろにあったんだ。え、どこ？これほくろじゃなくてそばかすだし。あ、ここ？そう、ほくろ2個あんの。1個でよかった。ここだけで十分。個人的に口元かここら辺にほくろが欲しかったでもここだとちょっと遠いから、そうちょっと残念だったけど、欲しかったなっていう希望がありました。ドラちゃんさんこんにちは。俺なんか顔隠さなし、隠さないもん言えなかった。のんちゃんはのんちゃんでいいので、僕は奥二重になるかな。奥二重か、眠いときは二重になる。こんにちは。でも眠いときはほんまあれだから、全然それでいいのにと何回も言ってる人ね、毎回言ってくれる。今日の太陽なりに輝いてるよありがとう。私は中学生まで片方一人だったけど、高校でコンタクトとメイクで癖ついてよ。ほんと？じゃあちょっと頑張ってもらおう、コンタクトとメイクに。なんちゃんは僕の太陽なので。うまく言ったね。セミマルさんこんにちは。今日は暖かいよね。暖かいよね。ピューンテン、え、わかんない、読めない。ピュンテン、え、わからない、ごめんなさい。ごめんなさい。初見ありがとうございます。 Thank you。 メイク頑張ってください。もうほぼほぼメイクのって止まってんの。今日外なのでお話し会の場所探します。待ってるね。こんにちは。なんだ、普通に日本語あれなんて書いたの。なんか前回お話し会でもね、英語で話されて、あ、分かってないんだろうなみたいな顔されて日本語で話されて悔しかった。チャームポイント見つけたわ。え、ほんと？遊びに来たよ。岩田さんありがとうございます。路上話し会になっちゃうね。確かに松葉やったら、そう松葉やりたいんだけどさ、お値段がね。ちょっとこんにちは、栃木のマキさん。私も部屋汚いから片付け間に合わなかったら路上話し会にします。いや、一部しか映らないよ。みんなの太陽のんちゃんってコールします。どこで？確かに。ねるぷさんハートいっぱいありがとうございます。ハート100個ありがとう。煽られてるやん、それか。もうね、ラーメン食べてました。何ラーメン食べました。そう、なんか悔しかったけど、もう分かりそうで分からないの。そうね、ハンバーグ大好きってとこまでにラーメン食べ終えてくださいそう、悔しかった。あれでさ、英語で返せたらかっこいいんだけどね。待って、結局昨日の前座のさ話からすごい脱線したすんごい脱線した。もう日曜日のただいま恋愛中公演を当選しますように。なっちゃう、なってね。亀井さん当たりますように。当たるといいなペラペラになって見返そう。やりたい。オンラインは顔しか映らんし、下パジャマでも大丈夫。確かに、のんちゃんの雑談感、もう雑談してます。雑談が好きなの。なんかノープランでこうやって話すのが好きなのだって楽しいじゃん。プランがあると、これやらなきゃあれやらなきゃになるからさ最近眉毛描く大事さが分かった。なんか濃さが全然違うなって、ほら分かる、存在感が変わるね、眉毛の。下は最悪。いや、それは良くない、それは良くない、さすがに履いてください。でまあね、昨日の話の続きをしますと、
そう、プリンもいただいたし、なんかそう、ソララと劇場ついて待ち時間にね、そのお花のやつ見てたんだけど、あったからめっちゃ大きかった。びっくりした。すごいよね。すごい素敵な場所だなって思いましたよ。なんかもう MC 一緒に立たせていただけた時点でもう私はすごい幸せでした。亀井さん、ハート先行ありがとうございます。ありがとう。パクチーさん、こんにちは。昨日アボカド踊れてたじゃないですか。そう、あ、そう、アボカドね、私さ、アボカドじゃねえし、アボカドだしのところね、アボカドじゃねえし、アボカドだしか、アボカドじゃねえし、アボカドだしって毎回言いそうになって、危ないんだよね。何も違くないじゃんって思いながら、ソラと二人で笑ってました。今日も下履きます。いつも履いてます。そうですよね。のんちゃん、キャワキャワ、ありがとう。初見です。違うでしょ、のんちゃん愛されてるね。そうそう、とか自分で言って、そう、でもあれが難しいって私が言った理由分かりました？フルーツの引っ掛けと甘い香りがするのか、見た目が可愛いのか、キスしたくなっちゃうのか、付き合いたくなっちゃうのかっていう、その違いが難しくて。そう、ソララと2人で甘い香りがしてから見た目が可愛くて、キス2回してから付き合いたくなっちゃうだよねってやってました。覚え方よ。そう、キス2回してから付き合いたくなるんだよね。こっちもアボカドやってツッコミ待ちなんですね。そう、そう、順番が難しいの。難しくて大変なの、あれ。でも歌詞は可愛いよね。歌詞はっていうかダンスとかも可愛いなって思う。シェーディングがちょっと爪で削れちゃった。シェーディングじゃない、眉毛描くやつ。ここの代わりにもしてるけど。覚え方可愛い。そう、ソララが考えました。素晴らしい声出たね。今ソララみたいだった。ソララみたいだった。なんでみたいな声出すの。そう、オリジナル衣装かわいいよね。あの衣装もかわいいけど、思いました。18期も入ったら一緒にさ、前座出るのかな。私わからないけど、うん、どうなんでしょう。10年前、え、嘘、そんなに怖いね、時って。いや、なんか踊ってて思ったんだけど、あれすごい体力がいるなって思った。結構ぴょんぴょん飛んでる系だからさ、すごいと思いました。17期推しの人になってきてるし、昨日の前座だけ見ます。ぜひ見てください。のんちゃん2歳じゃん。違うよ、14歳だよ。14歳、竹山のぞみ14歳です。よろしくお願いします。だから1830mm に入ってたね。え、何それ。指原さんも一番振りが苦手って言ってたよ。振りっていうか、私歌詞の方が苦手。順番が難しくてさ、規則性を見つけないとちょっと難しいんだよね。10年前はのんちゃん生まれてはいる？今の年齢だと4歳かな。 MC 見てもらわないと。確かに MC を見てください。竹内先輩の前の、そうだよね。そう、先輩の名前呼べるって岡田さんに。
言われました。あの先輩の名前、そうスタッフさんにここは忘れないでねって何回も言われていたので大丈夫ですってなりました。東京ドームまでの距離、あ、そういうこと？今日はのんちゃん6歳だと思って話すね。6歳だともう応募できないのよ。亀井さんバラありがとうございます。ケイチ先輩誰？え？誰？いや私もまだ詳しく分かってないですよ。分かる方いますかね。僕の太陽公園は何回か見たけど、そこら辺はまだ分からなくて、なんでだろう。分かる方いますかね。助けて。二部とも買っちゃったから場所に苦労する。確かに動けないもんね。同じ場所に固定すると。なので MC も見たい。そららちゃんはのんちゃんが前だと完全に隠れるね。もう本人が気にしているんです。本人が気にしているんです。なんか私が衣装系の撮影の時にヒール履いてて、ホテちゃんが厚底とかそういうのじゃなくてもう本当の靴履いてた時に並んだらすごいことになって二人で大爆笑してた。でもいいよね、竹内先輩モテモテじゃん。学校中の女子に人気だからね。羨ましいです。でも本当にね、昨日はねルンルン気分で帰りました。ルンルンで帰ってルンルンな気持ちで睡眠につきました。AKB 曲は具体的な名前歌詞が出るけど、英語用語のマクガフィンみたいな感じ。マクガフィンとは。畠山後輩も作ってもらう。畠山後輩、よしえみさん、だるまありがとうございます。いいね、作ってもらっちゃう。のんちゃんの身長に前座の衣装の丈が合ってるね。ほんと？でも短くないよね、あれ。なんかたまにさ、短い衣装出ちゃってさ、そう、最初に軽蔑していた愛情の衣装フィッティングした時短くて変えていただいたんですよ。そう、そういうこともあったりしたけど、あれは全然丈が長くて助かりました。岡田さん同盟っていう公演ができたらどうしよう。え、最高。最高、いいね。でもユニットできたら嬉しいなって思う。昨日お近づきになりたいって言ったけど、活動内容でめっちゃ足長く見える。本当よかった。そう、お近づきにもなりたいけど、できたらユニットやりたい。それか、ちゃんと全然じゃなくて一緒にステージ立ちたいなっていう気持ちです。はい。あ、やばい、スマホについちゃった。ふう、おいつか一緒にユニット。あ、見てます。落とし穴じゃん、妹さんとのね質問のやつ見ました。おとといかな、見てました。見ました、見ました。面白かった、ちゃんと見てます。あ、隠れないな、これ。もう無理かもしれない、諦めるか。27分になったら教えて
ください。あと10分後だ。ということで、メイクを急ぎたいと思います。ケンダさん、こんにちは。こんにちは。なんか違かった、今、いろいろ。お、怖い、もう。あ、2000人いってた、いつの間に。ありがとうございます。こっちだ。最近分からなくなってきちゃうもん。何したか、何したいのかとか。怖い怖い。お、ぶつけました皆さん。こんにちはの言い方かわいかった。なんか変だったよね今。そう、昨日はね、ハグもしていただけたし、チューもしていただけたし、最高でした。僕も最近、昼飯食ったかどうか思い出せない。そこまで食べたかは思い出せるんだけど、何食べたかまでは思い出せないよね。そんななんかさ、今日はこれを食べるぞみたいな意気込みで食べてるわけじゃないからさ。そんな覚えてられない。ほら、この調整が難しいの。わかる？これ。こっちの方がさ、塗ってる回数が少ないの。こっちの方が多いのに、目立ち度で言ったらこっちなの。昨日のなんちゃさんの生誕祭見に行ってたよ。あ、本当ですか？お楽しみいただきましたかね。私が言うことでもないか。岡田さんの生誕祭だし、そう、あいつ邪魔だなって思われてなかったらいいですけど。吉田さんこんにちは。愛知のちごさんこんにちは。そう、楽しかったです。今日も京都で仕事。大変だ。私も今日は仕事や。岡田さん選抜、そう、ご指名いただきました。初めて聞いたもん、指名なんて。そう、なんかあの演じの時に NG なしで何でも言っていいよって言ってくれました。嬉しいね、もう優しい先輩だ。こんにちは、ゴリポンさん。ケンイチくんださん。前座の時は青かける紫のペラジって。え、待って、見たかも。見たかもしれない。わかんない、真ん中ら辺のさ、座ってた方かな。あの、真ん中のさ、あの柱が邪魔しない席かな。違うかな。なんか紫と青つけてくれてるなって方がいたんですけど、違いますかね。どうだろう。中地さん、ハートありがとうございます。なーさん、若くて可愛い子大好物だから。そう、昨日すごい何回もね、若い言ってくださいましたね。そう、そう、青紫綺麗だよね、思った。2月のリアルお話し会も、え、わかんないそれは。18期入れたら私も岡田さん同盟入れてもらえるかしら。のんちゃん同盟じゃなくて岡田さん同盟なの、そこは。のんちゃん推しなのに。むんちゃん推しなのに岡田さんとおめえな。うん、いいけど。いいけど。うん、でも岡田さん同盟はそう、でも18期に取られたくないな。そう、のんちゃん同盟じゃないのか。
暑センターの立ち見最前列でした。え、でもやっぱそうだよね、おめでとう立ち見た、立ち見だからあれかな、わかんないけど、ありがとうございますのんちゃん同盟いいね、いいけどよくない、あのんちゃん同盟に入るとどんな特典があるの。そうだね、ちょっと中はまだあれなので牛は毎回します中はちょっとね取っときたいので中は取っておきたいので牛をします。掛け持ちってありですか。え、のんちゃん同盟メンバー誰、いません今勝手に言った。亀井さんハートいっぱいありがとうございます。こんにちは、まこ太郎さん、立ち見最善って案外一番いいですか。だよね、座れないのが難点だけどいい席じゃない。今からのんちゃん同盟可能ですか。いいよそう、中はちょっと取っとくかな中は取っとかせてもらって、なのほなワイも入る、こら中は取っといて、牛はいっぱいします。得点6、6日公演当たりました。うん、おめでとう。今出たのかな、登録おめでとう。紫と青のペンライトを振ってね毎回言う、待ってます。待って、いつも使ってるやつがない。了解、ありがとう。よしおめさん、だるまありがとうございます。待って、どこにやった、覚えてないよ。まあいっか、うん、どっかやったブラシどっかやっちゃった、これ使わないし、いや、こっちでこっち通過を、毎回ペンライトの圧そんなかけてない。よしさん、こんにちは。ジマニさん、ペンライトありがとうございます。ごめんね、チューリーさん、お疲れ様です。なーちゃんさんとこにもう一回ご挨拶行かないとな。お願いします。そう、毎回ペンライトのいただきます。よしさん、こんにちは。何がしたかった？こっちか。応募だけでもしてみ、してみ25分、あと2分か。なんか延長したいあんま話せてない、しちゃおうかな、時間あるし。出張公演かけてみ、かけてます。もう当たれ当たるといいよね。おじいさんこんにちは、シュガーさんこんにちは。待って、メイク全然終わってないからさ、延長しよう、延長します。何分までか決めてない、延長したら逆立ちします。あ、じゃあ逆立ちしてもらって延長します。何分までか決めてないけど、そう、昨日遅刻した謝罪も込めて延長します。ナナさんにはよろしくって言っておくよ、今日の6部で。お願いします。のんちゃんがショールームで大好きって言ってましたとお伝えください。自分で言えよってね。自分で言えって感じだけど、お願いします。すでに逆立ちしてますが、ずっとしてたの。話し会は遅刻しないでね。お話し会遅刻したら本当にやばい。もうそれは、謝罪だけではちょっとすみませんね。いや、元からすまないけど。もう何しても許されない。喋りすぎてメイク進まないの17期あるあるすぎる。いや、だってなんか両方できないんだもん。この状態で私が宿題しながら配信できると思う？
できないよねって感じ。ナーさん大好き。言っとくよ、中地はナナさんの子さんなのだよ。私も岡田さんに、わあ子さんだって言ってもらったもん。張り合うなってね。黒髪ロング時代から好きですって。お話し会始まってるのに弁当食べてる方もいましたね。え、そうなの？それはちょっと存じ上げませんね。予定間違っちゃったのかな。やば、張り合い来た。張り合いしちゃった。女子の嫉妬は怖いです。マウント対戦開始か。みなみさんか。あれ、みなみさんが間違えたわけじゃないんでしょ。あ、オタクにマウント取っていくスタイル。楽しい。よし、目はできた。マウント取っちゃった。マウント合戦。でも今やってもマスカラは落ちるけど、やらなかったらやらなかったでなんだよね。どうしようどうしようどうしよう。いや、まあマスカラやって後でグイッてあげておけばいいか。そうしよう。一人会議。推しにめちゃまくし立てられたりはあるけど。ん？マスカラ下地塗ります。斉藤もげたさん、神ありがとうございます。メンバーにマウント取られるとマジ羨ましいんやが。え、そうなの？中地さん、だるまありがとうございます。ねっこっつさん、初見です、ありがとうございます。下地は塗ります。下地塗らないと本当に落ちちゃう。ゆきたんにおすすめを聞きました、この前。そしたらだいぶ落ちなくなった。ひどい、挟んだ。ネルプーさん、キラキラありがとうございます。中地さん、だるまありがとうございます。まあ若い子に走るなっておこうされたんや。山崎さん、こんにちは。のんちゃん、やっほー。ヨンバーさん、やっほー。初見いいな。どうすれば初見になれるんだろう。でも初見の時はあったよね、金色ポテトさん。でも最近すごい来てくれるようになりました。最近でもないか。ゆきたんはメイクの先生なの？いや、なんかゆきたん結構メイク得意な感じだったから、いろいろ聞いてます。なんか初めて会った時からもう常になんか鏡を持ってメイク直ししてたイメージ。どんなイメージだよって感じだけど。で、メイク得意なイメージがある。だからゆきたんにあのノーマルで盛る方法とかいろいろ教わってます。いろいろ聞いちゃってる。気分は初見です。なんかね、そう、いろんな人がそれ言う。そう、気分は初見。初見を忘れちゃダメだから。初見の心は大事です。気持ちか。部活やってて思いました。最初武道場に行くときはすごいルンルンだったけど、面をし始めてから武道場に向かうたびにお腹が痛くなりました。私は常に初見の気持ちだよ。亀井さん、ハートありがとうございます。中潤さん、こんにちは。お昼ご飯まだ食べてないです。のんちゃん、はじめまして。初の部屋って読みます。はじめましてって、もう何ヶ月この配信見てくれてんのよ。ゆきたんはのんちゃんのお世話係って言ったら、
本人が言うなって言ってたよ。ん？言うな。え？え？あ、嫌だってこと？のんちゃんがお化粧めっちゃ疎いらしいね。疎い？疎いのかな？疎いっていうか、あの知識は少ない。あ、それが疎いのか。そうね、だってそんなやってなかったもん。やってないし、周りでもやってる子がいないので、そう、見て研究もなければ実践することもなかった初心でしょ？初見忘れるって何？わかんない。なんだろう。もう知りません、私は。畠山号喋りました。倒しの鏡です。昔初見でした。あ、それいいね。なんちゃん、はじめまして、ひにゃっています。やめやめ。あ、ゆきたん初日、あ、初日はね、もういいよ、ゆきたん。私のお世話しないで。全然、もう、いいよ、いいよ。あの、涙袋だけ任せます。鬼ごっこしてる時間はないし、別に、する人いないから。え、はじめまして大会。あ、いじけた。いや、ね、まあ、うんうん。夜勤明けでご飯食べてから再度見に来てよ。お疲れ、夜勤。任せるんかい。そう。そこはちょっと任せたいかな。そこは任せたいです。あとは自分で頑張ります。あれ、ゆきたん、今お話し会。大変だね。私は遅いよ。まだまだ時間ある。始まる時間はね。ペンライトの色もう一度教えて。紫と青です。今日ものんちゃん可愛くてびっくりしてる。今日はメイクしてるから特にそうだね。昨日のびっくりな配信とは大違いそう、昨日はボサボサで今日もボサボサ。そのまぶた挟む、まぶたは挟まないよまつげを挟むんだよ。目がパッチリ見える。まつげ上げてるから。ゆきたんは配信で猫耳つけててよ。のんちゃんも見習ってほしいね。ゆきたんはゆきたんです。うちはうち、よそはよそって言うでしょ猫だった頃の気持ちを取り戻してほしい。ありません。お話し会で千織さんと近所になったことはないけど、あのあれん時は近くでした。近くっていうか見てました。あの575のやつ。命令だ、暇なら見ろよ、千代チャンネルみたいなやつ。あれはあの生で書いてるとこを見てました。お違い、昨日はぐちゃぐちゃだったから。そう、昨日はぐちゃぐちゃだから。だって起きて本当に1分も経たないもんな。 10秒経ってるかくらいの勢いでやったからね。ちょくちょく来るとのんちゃんおもろいやんありがとう。えりちゃんも AKB 入って初めてお記者した言うてた。年少は今からが成長。そう、えりちゃんと初めてお話しした時にメイク道具いっぱい持ってるねって話してた。全部これ買ったんだっつって、なんか揃えたって聞きましたね。です。ウケるのんちゃんはいつも面白いよ。最近のんちゃんのキャラ付けがしっかりしてきたような。でもなんか、うん、ちゃんと知ってくれてるからじゃん。多分知らない方からしたら多分何も思わないのでよそはよそ。そう、悔しい。のんちゃんより面白くなるね。こんにちは。女の子がビューラーでまつげ上げているのを見るのが好きすぎる人です。え、怖いって人が多いのに珍しいね。どんな寝起きスピード？お母さんにのぞみ7時だよって言われてバサッて起きて、あ、やばい、いやでも15分ならショールーム行けるかってスマホ取って
ダダダダダってカーテンの近く行って、あのショールーム開いて配信ボタンを押しました。またお話し会行ってくる。いってらっしゃい。長野信弘さん、遊びに来てよ。ありがとう。待って、またメイクが進まないわそうやってました。そうやってレアだよ、みんな。私があんなレアだよっていうかね、すごくない？なんかね、すんごい飛び起きた。人間って飛び起きられんだって思ったもん。あのアニメかのように飛び起きた。なんかね、本当に飛び起きたもん。そう、ほんそう、本当のあれ寝起き配信なの。多分誰が言う、わあ今寝起きよりも寝起きだから、あれ誰よりもあれが寝起きだから。ピピコさん、こんにちは。そう、もう身だしなみも整えず、コンタクトもメガネもしないで来たからね。もう本当に何も見えてないから、昨日ほぼこの状態だけどね。そう、もうあれは許してほしい、近すぎても。トカゲもびっくり。トカゲは夜行性なので寝てます。あれ、あの子トカゲじゃないしね。トカゲもどきなんですよ。トカゲもどきだから、あの子トカゲじゃないんです。実はトカゲの形だけどもどきなんです。飛び起き配信が見たい。もう見ないで見ないで。もうあれ黒歴史。ゆっきーさん、こんにちは。そのまま空は飛べないよ。みんなの寝起き、まあ飛べたら一番いいよね。みんなの寝起きは見せてもいい寝起きだからね。いやもうあれは良くないって。髪すら解いてないし。やばい、固まっちゃった。固まっちゃった。固まっていいものなんだけどさ、ちょっとまぶたが引っ張られちゃう。湖のお話し会から戻ってきました。お疲れ様です。ヒョウモントカゲもどき飼ってます。また言えなかった。ヒョウモントカゲもどき飼ってます。のんちゃん寝坊してものんちゃんファンは優しいから許してくれるよ。そう、今まであの遅れたとかあのコメントでね言ってくだ、正直にね言ってくださる方にね、いいよ私が遅刻しても許してねって圧をかけていたんですよ。で自分もね遅れてしまってそうやらかしましたね。結構思ってたより早くやらかした。午前の業務終わったからメイク始まってたんご。そう、延長してんの。いつかバッチリメイクした状態で今寝起き配信してほしい。やだ6日公演行きます。ありがとうございます。何がしたかったんだっけ。これか。できた。メイク落とし配信いっちゃうが、確か私も許したんだから許しなさいよってことやね。そう、そうやって今まで圧をかけてきましたそう、私が遅刻した時も許してねって毎回言ってました。圧をかけたっていうか、で許してくれましたわかんない、全員は許してないと思うよ。トメイさん、ハートありがとうございます。そう、でも朝配信は本当はそう、ああやってなるからやりたくないんだけど、そう、午後に予定が入ると平日は無理なんですよ。だからね、そうやるしかないんです一日の配信中にメイクしてメイク落とす。そうね、圧のかけ方、圧かけ名人だねやだ、なんかそれそれはちょっと嫌かな。嫌ですね。すごい嫌な人じゃん。やるだけ偉いよ。ありがとう。
そう、全然できてなかった時あるからさ、それを取り返すためにもやっております。物理的に圧かけなきゃ大丈夫？物理的にはさすがにやりません。ただいま霊中公演のコメンタリーリーバージョン好きだったのになくなってる。読めなかったね今ちゃんと。あ、待って、鼻のニキビ隠してないじゃん、今気づいた。あー、くそ。よいしょ。こんにちは、ドリアスさん。のんちゃんの力で復活させて。心の広さだけが取り柄なんで何でも許しますよ。そう、思春期が理由にしてたね。ただいま、来中公演のコメ、上。のんちゃんの力で復活させて。のんちゃん、そんな権力ないのよ。メイクって結構時間かかるんですね。違う。話しながらやってるから。しんさん、ハートありがとうございます。話しながらやってるから時間がかかってる。本当なら30分あれば終わるの。でも話しながらやって止まっちゃってるからさ。そう、それでできてないんですよ。でももう終わります。もう終わる、もう終わる。もう終わります。みんなのせいみたいにしてきて、違う違う。コメント読みたくて読みながらやってたら、こうなっちゃったみたいな感じ。大変申し訳ございません。違うよ。なんでそうなるの？お弁当食べながら失礼します。いえいえ。かれこれ20分ほど。え、そんなに？ほんとだ。まあ、いいよ。別に、特に何もないし。で、あと、なんだ？チーク塗った、リップ塗って、おしまいだ。おしまいだよ、おしまい。ついに来た。あ、これやってなかった。もう終わります。しんさん、だるまありがとうございます。もう終わる、もう終わる。もう終わるから、ちょっと、ちょい待ち。もう終わる、もう終わる。で、できたからリップ塗って終了終了。まあ、今リップ塗ってもお昼後で食べるから落ちちゃうんだけどさ、まあいいよね。お、危ない危ない、リップ削る。あー、削れた。やだー、ティッシュティッシュ見て。あ、中指立てたわけじゃないよ、入っちゃった隙間に。あらら、なんか怪我したみたいになっちゃった。こんにちは。白い手袋はめてステージに立ちパフォーマンスするアイドルグルーえグループライブ。こんにちは、こんにちは。しんさん、キラキラありがとうございます。ごめんね、適当になっちゃった。後でもう一回やっちゃってみます。で、前髪はもうね、うねっちゃった、しゃあない。これで、いやでも嫌だな。嫌だけどさ、この状態で配信されてもみんな嫌だもんね。じゃあいいや、ピンで止めとこう。はい、完成、終わり。しんさん、キラキラありがとうございます。だるまもありがとうございます。ヨヘイさん、こんにちは。じゃあ1時に終わるか。やっぱりノープラン配信はいい。こんにちは。今日は何のコスプレするの？今日は、え、今日もコスプレみんなしてるの？今日はヨロピコ、ヨロピコーン。というわけでできました。はい、あとは髪の毛やったり着替えたりして、おしまい。私の中では、初めてこの
まで時間かかった。研究生が白い衣装の理由って、昇格したらどのチームカラーにもなれるよってことなの？そうなのかな。でも確かになんか色あるもんね、それぞれのあれに。研究生だからないですみたいな感じかな。そう、モノプランが計画だね。というわけでね、もうメイク何分かかったんだろう。何分かかったんだ。長いね。そう、男性の方はね、女性は時間がかかってるんだなって思ってくれると嬉しいです。そう、彼女さんだったりね、いる方がいらっしゃいましたらね、そう、すっぴんを褒めてあげるのも大事だけど、メイクしてる姿も褒めてあげてください。何言ってんだってね。そう、両方ちゃんと褒めてあげるんだよ。お、ひにゃね、これなんだろう、クマ、クマ、クマのなんか、ありがとう、嬉しいよ、ありがとう、クマ。ほっ。クマ、おう、なんか最近何、クマ流行ってるの？ノープラン話し会ワクワクする、人生ノープランの俺はどうしたら大丈夫、仲間。ひにゃね、ハートもありがとう。なんかいつもと違うハートだね、かわいい、ありがとう。エサシーさん、こんにちは。ハートもありがとう。のんちゃん、超かわいい。ありがとう。嬉しい。ママちゃん、ペンライトありがとう。シンさん、ハートありがとうございます。カメさん、ハートありがとうございます。ババちゃん、だるまありがとうございます。シンさん、ハートありがとうございます。JC に教わる。勉強になります。そう、勉強してもらって。女性の扱い方。みんながみんなそうではないかもしれないけどね、一個のあれとして覚えておいてください。ママちゃん、だるまありがとうございます。だるま100個、だるま祭りだって、ありがとう、だるまいっぱい、嬉しいよ。だるま、だるま、だるま、のんだるま。のんだるま、推し活応援キャンペーンだってね、なんかやってるみたいだね。ランクインしてたり、ツイッター見てたら一番後ろにいて悲しくなった。なんで、ノープランってトーク力めちゃくちゃ上がりそうだから。そう、 MC とかも、そう、昨日とかもすごいちゃんと話せたから、まあそういう意味ではいいのかもしれないね。しんさん、バラありがとうございます。人生は転がりながら過ぎてますが、そう、ノープランすぎてもあれなんだけどね。ひにゃねふ、ハートありがとう。かめさん、ハートありがとう。推し活ギフトポイントがたまったらプレゼントもらえるとかもらえないとか、そうなの。ママちゃん、神ありがとう。しんさん、ハートありがとうございます。ひにゃね、ハートありがとう。かめさん、ハートありがとう。ミルプーさん、ペンライトありがとう。ママちゃん、星じゃない、なんだっけ、バラありがとう。あー、すごい、いっぱいありがとう、みんな。いいよ、コメントがなくなっちゃったよ。でもね、そう、ノープラン配信のいいところだよね、何もないの。こんにちは、かっくんさん、どうもありがとうございます、来ていただき。あ、そうだ、まだちょっとあげたい。こんにちは、 UCBUCSB777 さんかな、777、どっちだろう。こんにちは、どうも。なんかすごいさ、こんにちは詐欺もある。騙されませんよ。なんかこっち側が上がらないから、後でホットビューラーしろ、しろだってしよう。こっち側が上がんないんだよね。まあ、まつげが短いからか、こっち。この仕事泣きながら戻るわ。まいまい、頑張れ。こんにちは。ママちゃん、バラありがとうございます。かめさん、ハートありがとうございます。こんばんは、未来から来ました。どうも、現代。ようこそ、現代、うん、なんていうの、ようこそ
雪菜さんこんにちは。57分にランキング読んで終わりたいと思います。ジルリンさんかわいい、ありがとうございます。なんかすごいギフト祭り始まってる。ごめんね、ありがとうそういえば岩ペダ1期11話まで見ましたよ。どうでした？推しはできました？本当に見てくれたの？嬉しい、ありがとう。本当に見てくれるだなんて思わなかったよ頑張れしんちゃんさん、こんにちは。初見ありがとうございます。ちょっと右目やだな、右目がちょっとやだ。そのんちゃんアニメ見ます。祭りに乗り遅れて肩身が狭い。いやそんな、いいよいいよいいよ。ママチャリ最強という理解であってますか？まあ、ママチャリが最強っていうのもあるけど、あの彼がすごいんです、彼がすごいんですすごいよね、ママチャリで。あれは私ちょっと無理だわ。ピュアペダは誰が見ても絶対面白い。だって まず少年アニメでしょあれ。だからハズレでもないと思う、私的には。ハズレじゃないと思う絶対。言うてわかんないね。まあいっか、一旦いいや。そう、小野田くんすごいよ。でもやっぱ満足いくね。待って、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう。こんにちは失礼しました。はい、人気はあるみたいだけど見たことない。ぜひ興味が出たら見てみて、面白いよ。かわいい、ありがとう。福パパさんこんにちは。ふふ、もうね、ちょっと終わったとか言いながら付け足してんですけども、まあお許しください。あさんこんにちは。あれどこやったっけ、記憶にございません。あった、でっか。弱虫になりたくないのでペダルだけ見ます。あ、こんにちは、優しい。いやいや、こんにちは、どうも。やっぱここが目立つんだよね。まあいっか、離れれば見えない、見えない55分ありがとう。世の中には引き算メイクってのがあるらしいよ。知らんけど、そう、キラキラ抑えるってことだよね。でも私はまだいいかな、始めたばっかだし。引き算はしません、足し算をします。やっぱでもちょっとダメだな最近、調子が良くない。これやっぱ前髪分け似合ってるわ。ほんと、なんかすごい褒めてくれるじゃん嬉しい。こんにちは、しまいちさん。どうもどうも。お、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 いけるんじゃない、いけるんじゃない、どうどう。でもやっぱここが目立つ。もういっか、いらない始まった。なんて赤い髪にして全然すればいいのに。赤い髪似合うかな、まだ昇格しないと髪染められないんだけどさ。研究生もお話し会髪型自由やね、いろんな髪型見てみたいな。わかんない、どこまで自由なんだろう。でもなんか多分相当変えるのはダメな気がする。
こんにちは。57分お知らせします。ありがとう。そう、お話し会もなんかやっていい髪型はあるみたいなんだけど、ダメなのもあるみたい。巻き髪はなんかダメって言われちゃった。巻きたいのに。ちょっと待ってね、アイプチオだってもう普通に言っちゃってるけどさ、やりたいんだ。ちょっと待ってね。もう隠さずにやっていくスタイル。まあでもわかるよね、大体。こんな人への話をしている人がさ、いきなりこれで出てくるから、大体みんなわかってると思うけどね。でもなんか癖はつきやすくなったの。でもなんかそう、まぶたが。で6位が斉藤もげたさん。斉藤もげたさん、ありがとうございます。ありがとう。もういっぱいもらっちゃった。5位がちにゃさん。ちにゃさん、ありがとうございます。4位がねるぷーさん。ねるぷーさん、ありがとうございます。で3位がひにゃね。ひにゃね、ありがとう。見てる？まだ二度寝してない。2位がババちゃん。ババちゃん、ありがとう。いっぱいだるま、ありがとう。なんか今飛んでった。なんか飛んでった。1位がカムイさん。カムイさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。ゆりこじさん、ありがとうございます。自分から言っちゃうとこ好きよ。いや、なんか言っちゃった。前も言ったけど、そう、言っちゃいましたね。まあでもね、そう、正直に言うのも大事だし、別に悪いことじゃないしね、別に。うん、悪いことじゃない、別に。化粧の一個だから。そう、化粧の一つだから、別に悪いことはしてない。そう、メイアイシャドウ塗ったりするのと同じです。アイメイク。見てるよ、お姉ちゃんなので。よかった。あれ、お話し会行ってたら段落ちして、あらら。反抗期だしね。そうね、まだ2回目だけど、ありがとうね。いやいや、ありがとう。最後にスクショタイム、いいよ。アイプチ NG ワードなんだ。まあ大体の人は嫌がるよね。そう、でもまあね、そう、私は普通に公開します。公開します。はい、終わり。萌え袖っていうか、普通にあのこれが長いんです。こんにちは。というわけで、ハンバーグやって終わりたいと思います。ハンバーグって言ったらコメントで大好きってやってください。いきます。ハンバーグー大好きー、ありがとうございます。のんちゃんは私が守るよ。クマさんポーズいいよ。じゃあ最後にやりましょうか。いて、クマ、え、これクマで合ってる？クマ、はい、クマです。クマ、はい、取れた？取れた？大丈夫？はい、おしまい。というわけで終わりたいと思います。延長にお付き合いいただきありがとうございました。この後はお話し会もあるので、お話し会来てくださる方はまたよろしくお願いします。6日のね、ただいま恋愛中もあるので、ぜひ紫と青のペンライトを振ってください。というわけで、ありがとうございました。そう、デコ出しクマだよね。ありがとうございました。バイバーイ。